さて、今日か明日にも静岡市のソメイヨシノの開花が予想されていますが、掛川市では早咲きの掛川桜がライトアップされています。掛川城のそばを流れる坂川の土手にはおよそ300本の掛川桜が植えられています。掛川桜は花が下向きに咲くのが特徴で、日本花の会が2014年にこの名前を付けました。今年は例年より成長が遅かったそうですが、徐々に花をつけ始め、今月中旬に満開を迎えました。訪れた人たちは遊歩道を歩きながら、ライトアップされた桜と掛川城が作る幻想的な風景を写真に収めるなどしていました。まもなく見頃を終えるそうですが、花びらの散り始めも美しい景色が楽しめるということです。